川勝賢治は、日本の実業家。三和銀行会長兼頭取りや、UFJ 銀行名誉顧問を務めたほか、経団連副会長等の公職も務めた。1987年ベルギー、王冠勲章コマンド理賞受賞1991年、エセックス大学名誉博士。1992年、大英帝国勲章受賞 1994年君一等随法賞受賞。京都府亀岡盆地の八木町出身。実家は五福店。旧正京都府立園部中学校を経て、1942年4月、旧正東京商科大学予科入学。クラスの同級生には、早見優也本間洋一郎、岡実が、他クラスの同期に、俳優の久米明がいる。大学予科時代は、 小平市の一橋寮に居住し、寮の同期に関津吉がいる。また、体育会バレーボール部の首相を務めた。部の先輩には、ま淵達夫、村井勤、米倉伊佐荒川和夫などがいた。大学では、マルクス研究の高島全財ゼミに所属。短縮措置で1947年に大学を卒業し、翌1948年三和銀行入校。 同校では、新宿支店長等を経て、ロンドン支店長や国際本部長を務め、国際派として知られた。1982年に、赤石都市前頭取に続き、二人目の生え抜きの頭取に就任。就任当時58歳で、大手都市銀行では最年少での頭取就任であった。1985年からは、会長兼頭取。 国際金融や証券分野に力点を注ぎ、M&A 中介事業を開始。1988年3月期決算では営業利益部門で都市銀行2位を実現。1986年にはアメリカ合衆国の経済誌、インスティチューショナルインベスターで同年の優れた銀行家の一人に選ばれた。1988年、 東取人気3期6年定年68歳とする、内気に従い、東取を退任、公認取に、渡辺博司を据え、会長選任となった。2010年7月4日、急性心不全にて逝去。去年86、ありがとうございます。